ペニさん。日向だと全然詳しいね。フライト持ってんのかな。この絵なんかな。喧嘩するか。ああ、落としたね。落としたね。噛みますよ、これ。これ噛むって。手を出す。待ってたんだ。結構この子たちお水を飛ばしてくるので、ああですね、ちょっとだけ注意を、はい、すいません。じゃあちょっとここから上げていきますね。落ちた。簡単に説明させてもらうと、ここにいるペンギンはケープペンギンという種類のペンギンです。結構実は中にいたジェンツーペンギンと違って、うん、暖かいところに住んでて、南アフリカで野生の生活をしている種類のペンギンなので、今は暖かくていいんですけど、もう真冬になって雪がすごい降るとか、寒い日になるとちょっとお外に出してあげられなくて、もうどうしてもプルプル震えちゃうんで、そういう時はあそこにある部屋があるんですけど、暖房が効いてるお家で、ぬくぬくと朝と夕方少しだけ泳がせてあげて、なんで暖かくなってくると外に出るんで嬉しくて、嬉しい。こんにちは。こんにちは。でよく見ると実はまあここ全部で14羽いて、その14羽のうち3羽だけまだ模様が違うペンギンが混ざってるんですけど、少し探してもらって。ここらいっぱいで食べ方がぶっとく。この子とこの子とあと上がってきた子ですね。でまあ模様が違うんですけど、大人と比べてみると目の上の白いラインがなかったりとか、胸に黒いラインが出てなかったりとか、そういう特徴があります。でこの子たちは今やっと生後1年経ったんですけど、まあ、子供のペンギンたちです、ね、もうちょっとしたら羽が抜けて生え変わって大人と同じ模様になっていきます。でもう一個お話をしておくと、下にフンボルトペンギンっていうペンギンがいます。あの子たちと姿形大きさすごいもう似てて、混ざっちゃうと分からなくなっちゃうくらいには似てるんですけど、ただよく見ると違う部分っていうのもあって、この子たちの注目をしてほしいのが目の上のこのピンク色のところ。このケープペンギンはこの目の上がピンクなのが特徴で、逆にフンボルトペンギンは口の周りがピンクなのが特徴です。まあ、そういうところで種類としては見極める、見分けるっていう感じですね。本当にもう大きさとかは大体一緒なので、ほとんど見分けをつけるのが難しいんですけど、まあ、そういうところを見ると見分けをつけることができます。暖かいとすごいのんびりしてて、すごい平和な雰囲気が見えると思う。落ちた落ちた。今みたいに結構お水を飛ばしてくるんで、ちょっと注意してください。かかりたい方はぜひ、かけてもらって大丈夫です。で実はここにいるペンギンたちも一番好きなお名前が気をつけて
お名前みんなついてます。大体みんな名前に海っていう漢字が入るように名前がついてたりとか、ちょっと違うんですよ。この子は豆腐ちゃん、こっちが白玉ちゃんっていう食べ物の名前がついてたりします。逆に下にいるフンボルトペンギン、あの子たちは大体魚の名前がついてます。あっちは全部で29羽、うん、なので合わせると全部で47羽、47羽のペンギンを飼育員が全部覚えて覚えてますね。ただこれも見た目で磨きをつけるのがちょっと難しいので、うん、腕についてる輪っか、これも色と組み合わせで、うん、ああ色とかなので覚えるのも2、3ヶ月とかかかったり毎日見て、この子が生まれちゃうんだよやるんですよ。そうなんだ水飛ばされた気をつけてもっと近く行く。あ、大丈夫です、大丈夫です。大きい声出したんだよ。可愛い子見つけた。すみません、ありがとうございます。ペンギン欲しい、ペンギン欲しい。うち猫いるじゃん。群れの動物なので、ちょっとたくさん連れて帰んなきゃいけない。ちょっと大変なんです。あと毎日お魚をあげて、うんちとおしっこもいっぱいするんで。ねえ、落ちて帰るのはちょっと大変かね。見てて飽きない。かわいいんだもん。かわいい、よかった。でさっきあっちのやつね、この影が激しく言ってた。そう、下のペンギンたちは動く影とかすごい好きで、春になって蝶々があそこを飛んでると蝶々追いかける、走って追いかける。蝶々だ、蝶々走って追いかけちゃう。すごい。ペンギンさんに噛まれると実はすっごい痛いんだよ、弱そうに見えるんだけど、すっごい痛くてね。お兄さんとかもペンギンさんに噛まれて腕傷だらけになっちゃったんだよ。くちばしだもん、くちばしくちばしが強くて泣きそうになっちゃう。で、丸飲みしてるの。噛まないで丸飲みするの。ちゃんと頭から。すごいでしょう。クシャーって。そしたら最後はせっかくなんで、この子たち泳ぎながらご飯食べてるところを見てもらうと、前の方に集まってください。